はい、スターシュートというゲームをやっていこうと思います。スワイプで移動で球を打つのがこの下のショボショットトリプルスタープチ弾幕っていうやつなんですけど、まあこれはポイントがないと中央や右のショットは打てない。で基本的にはこの一番左を押すことができる。ただ1って書いてある通り一番下の10分の1、10分の2って進んでいく、それがないと打つことができないです。で今P っていうのは上上がっていってると思うんですけど、2って書いてあるブロックが今流れてるんですけど、それを最後に打った側の方に進んでいくんですね。でこれを取るとスピードアップおよび貯めればの話ですけど、で当たると一撃死なんで油断してるとすぐ死ぬっていう、そういうあれですね。なんとか取りたいとこですけど、でこれで取れれば多分トリプルスターっても取れるはずなんですけど、まあ覚えてないんですよね正直。でここで打つと負けましたね。相手強いんですよね正直、最近僕には。次は人と遊んでみよう。仲間が増えた。別のキャラできるみたいですね。ただショットが2ポイント使うんで連打が効かないっていう。これはやりやすいのかたまたまなのか、さっきのプレイに比べて。あっさり勝ちましたね。で次々とレートが高い人に当たっていくって感じですかね。でこれ勝負がつかないとだんだんお互いが近づいていくんですね。なので避けるのが上手い人同士だとしてもどこかのタイミングで勝負がつくんで、極端に長引くってことはないです。実況動画見て僕見つけたんですけど、こんだけ10なんていうの初めて見ましたわ。
わっ、10だと3つくるんですね。このああさすがにこの弾幕僕じゃ避けれないですわ。レートがマイナス5したみたいですね。お、早速当たった。ポイント取っても、あ、薄そんな気はしてましたけど。なんか設定でバイブレーション入るみたいですね。あ、取られた。あ、全然狙ってないのに勝ちましたわ。まあ、あと 2,3 回勝つか負けるかは別にして、勝負がついたらやめようと思います。のんびりやるにしては面白いゲームだと思うんですよね。結構ハマっちゃうタイプのゲームな気がします。なかなか勝てない。 UFO を呼ぶ。フタシュート VS は面白いですか？まあ、面白いですね。紹介するぐらいなんで、レビューはまあとりあえず家で。でせっかく出たんで、まあこのお化け星人を一回プレイして今回は終わろうと思います。このお化け星人いいところは、このお化けショットって真ん中あたりで薄くなるじゃないですか。それ薄くなってる時って相手に見えないんですよね。なので敵にとってはかなり厄介なんですよ。
見えない分を判断がしづらくなるし、ちょっと休みをしていると目の前から突然現れたみたいになるんで、そうなってくるとかなりきついっていうのがあるんですけど、もう今だいぶ俺今当たった気がしたんですけど、今回はスターシュート VS というゲームを紹介してみました。昔からあるインベーダーゲーム、あれをシンプルにしたそんな感じのゲームで、そんな感想ですね。ちょっとした暇つぶしっていう意味ではかなりいいゲームな気がするんで、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。お付き合いありがとうございました。